うわ、だからなんで脱ぐんだよ。来てやったわよ、庶民。さ、今日も部活。あ、どうした？違うんだ、誤解だ。お前が思ってるようなことは断じて起こってない。人工呼吸はキスじゃない。唇の周りを覆うのであって、唇同士の接触はない。まだ上がりませんの？目が覚めましたか？ああ。ずっと目覚めなければよかったのに。なんでだよ。あの後、のぼせて気を失ったのか？ 10 時にロビー集合です。あと20分しかないので、すぐに支度してください。貸してごらんなさい。いいって！いいから私に！愛花様？愛花様？大丈夫ですか？愛花様？すみません。申し訳ありません。うっかりしてしまって。お怪我はありませんか？いいから、このむさ苦しいものさっさとどけなさいよ！私の胸のことをおっしゃってるんですの？それ以外何があるのよ！訂正してください！いやよ、いい加減どきなさいよ！どきません！私の胸の一体どこがむさ苦しいって言うんですの？訂正するまで私絶対どきません。はあ、あ、失礼しました。違うのよ。姫様、誤解ですわ。火炎式剣技、旋風の磯八溶乱。どちら様でしたっけ？1ヶ月以上も彼女を放っておくなんて、よっぽど忙しかったんですね。いや、まあ、すまん。バカ、嫌われたんじゃないかってずっと不安だったんだからね。マリカタンペロペロはなんだろうけど、この声がエリでさえなけりゃ。私のことどう思ってる？ああ、好きだよ。ごめん、よく聞こえなかった。もう一回言ってね。なんて鬼畜のゲームなんだ。好きだよ。来たわよ、君と。
あんた、何やってんの？ゲームの中の恋人。つまり本物じゃないのよね。ああ。キモいって言いたいけどどうしよう。ちょっとは言葉を選んだ方がいいのかな。思ってることダダ漏れだからな。言っとくけど、好きでやってるわけじゃないぞ。知り合いがこのゲームの声優やってて。声優？ゲームやってると、キャラが喋ってたりするだろ？その声をやってるんだ。へえ、聞かせてみてよ、声。じゃあ、ちょっと話してみろよ。はじめまして、マリカです。はじめまして、天空橋彩香です。彼のお友達ですよね。はい、そのようなものです。緊張しないで。はい。実は私もちょっと緊張してるんだ。お互い様だね。はい、やっほー！落ちた！神楽坂キミトさん、至急、学長室まで来てください。なんだろう。ちょっと行ってくる。私たち、すっかり仲良くなった感じがするね。ほんほん、そうだね。あのね、私とお友達になってくれるかな。もちろん死が二人を分かつまで。もう一度言ってくれるかな。死が二人を分かつまで。ごきげんよう、キミト様。何してますの？